アトゥルは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、アジカに属する、マテアジの学名アチュルメイトにちなんで命名された。マテアジ・アトゥルは、1943年12月2日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1944年3月6日に、エリザベス・ルイーズ・カウフマンによって、命名、浸水し、 1944年6月21日に、艦長上イ一マウラー中佐の指揮下収益する。東海岸沿いに1ヶ月の成長訓練を行った後、アトゥルは、コネチカット州、ニューロンドンを出港し、太平洋の戦場へ向かった。フロリダ州キーウェストの艦隊音響学校で15日間の訓練を行い、潜水及び戦闘能力を向上させたアトゥルは、 パナマ運河を通過し、ジャラオと共に、真珠湾に向かう。途中戦闘速応のための訓練を行い、真珠湾に到着すると10月まで修理を呼び、水雷訓練を行った。朝ままる10月9日、アトゥルは、最初の紹介でピンタド及びジャラオとウルフパック、クラーレイズ・クラッシャーズ・クレアリー、S ・クラッシャーズを組んで、ルソン海峡及び南シナ海方面に向かった。 西方への巡航の間に訓練を行い、10月11日、アトゥルは2つのレーダー反応を確認する。反応を追跡し、3隻が、その反応を囲むように体制を整えたが、それらは、結局両艦のプライスとスレッシャーであった。一行は10月21日に、サイパン島のタナパグアンに到着し、給油及び小修理を行った後翌日早くに、 出航した。10月25日にウルフパックは最初の戦果を挙げる。ジャラオが軽巡洋艦玉を攻撃しこれを撃沈する。マは演画の岬沖海戦で空襲により大破しており、北方へ向けて交代中であった。一行は冷手置海戦で損傷した敵艦の捜索に2日を費やした。その後ウルフパックは哨戒海,海域を ルソン海峡及び南シナ海へと移動した。その数日間、アトゥルは何度かの接触を持ったものの快適には至らなかった。11月1日0時過ぎ、アトゥルはレーダーによって高速で護衛をつけながら航行する目標を探知。アトゥルは激浪とスコールの抽選団に接近し、4時35分、アトゥルは 北緯20度17分統計117度38分、北緯20.283度統計117.633度、20.283117.633の地点で客船浅間丸に対して魚雷を6本発射。魚雷は3、4本命中し、最初の魚雷の命中はものすごい爆発を引き起こした。2本目と3本目は戦争に命中し、浅間丸は 急速に沈没していった。護衛艦のうちの一隻がアトゥルの方に向かってきたので、急速先行し、潜没してから9発の爆雷が爆発したものの、アトゥルからは、離れた場所での爆発だった。反撃が収まるとアトゥルは浮上し、周辺海面一帯に、大きな湯膜と多量の残骸があるのを確認した。アトゥルは引き続き、 香港とマニラ間の航路を、時折接触報告を調査したり、ウルフパック指揮官の指令で特別行動を取りながら、紹介。11月2日、ジャラオが20ノットで航行する5つの目標を探知し、ウルフパックはこの目標に向かっていった。アトゥルは、ついに目標を捉えることはできなかったが、ピンタドが接触に成功し、弾薬を搭載して、 ブルネーに向かう日本海軍の空母巡洋と、それを援護する、軽巡洋艦基礎、駆逐艦に対して攻撃し、駆逐艦秋風を撃沈。その時に起こった爆発は、アトゥルでも感じられた。その後の10日間は、時折船か航空機を発見したものの、攻撃までには至らなかった。11月13日、ジャラオが敵を発見。 アトゥルとピンタドはこれを迎撃できる位置に移動した。8時50分、アトゥルは戦艦の全将楼と思われるものを発見。10時までには相手は空母、従順洋艦、駆逐艦と判断された。アトゥルは巧みに接近し、魚雷の射程内に入ってくるようジグザグ航行をするよう望んでいた。やがて、アトゥルのお望み通り相手はジグザグ航行してきたが、 最終的には11時15分に接触を失った。アトゥルは引き続き磁気探知機を装備した航空機と対峙した。これらの航空機は時折潜水艦同士の交信を英語や日本語で妨害しつつ対戦爆弾を投下。アトゥルも14発の対戦爆弾を投下されたが被害はなかった。しかし一連の攻撃でハリバッドが損傷した。 やがて、日本機のしつこい攻撃から避けるべく、アトゥルは、台湾西方海域に移動した。11月20日深夜、アトゥルは、スローで航行する、初春型駆逐艦と判断した艦艇を発見し、スコールを利用して接近。やがて、相手の姿が完全なシルエットとして浮かび上がり、アトゥルは、魚雷を4本発射。3番目に発射した魚雷が命中し、目標は、 大爆発を起こした。3分後には沈み始め、その際搭載していた爆雷が爆発し、沈降を早めていった。この、初春型駆逐艦と思われた目標は、第38号総改定だった。11月24日、アトゥルは、バタン諸島、サブタン島近海で、一隻の輸送船と三隻の護衛艦を発見。アトゥルは浮上し、先回りして、 戦団を待ち伏せた。25日1時15分、アトゥルは、北緯20度14分統計121度50分、北緯20.233度統計121.833度、20.233、十2 1 8 3 3の地点で、監視発射管から6本、艦備発射管から2本の魚雷を重なった目標に、向けて発射。魚雷は、 元特設潜水母艦サンとスマルと第38号小海艇にそれぞれ2本命中。第38号小海艇は瞬時に沈没し、ンとスマルも間を置かず沈没していった。アトゥルは他の護衛艦の視界外に一旦離脱し、その後紹介を再開した。11月27日、アトゥルはディアデ系島とイブモス島の近海でレーダーにより、 目標を探知。ディアデ系等の北を回って目標に接近し、輸送船に対し距離1800メートルで魚雷を4本発射。4本すべてが命中し、輸送船は大爆発。その炎は15マイル離れた場所からでも確認できた。しかし、この戦火は戦後の調査で日本側に該当する記録がなかったため、戦火として認定されなかった。 翌28日、アトゥルは、紹介を終了した。アトゥルは、最初の紹介で4隻2万7千トンの戦果を挙げた。12月11日、アトゥルは60日間の行動を終えて、マジュロに帰島潜水母艦ブッシュネルによる整備を受け、12月中は、ジャラオ、スペードフィッシュポンポンとの6日間に及ぶ訓練などに、費やされた。 1945年1月6日、アトゥルは2回目の紹介でジャラを、スペードフィッシュ、ポンポンとウルフパックアンダーウッド、S チンズを組んで、東、シナ海及び航海方面に向かった。サイパン島への道中、ウルフパックは先行訓練、防災訓練、レーダー追尾訓練を行った。サイパン島タナパグ港での潜水母艦フルトンによる、整備の後出港。 しかし、ポンポンとジャラオが遅れたため、アトゥルとスペードフィッシュはバング、デビルフィッシュをウルフパックに加えた。アトゥルは途中、撃墜されたパイロットの捜索を行ったが、位置などの情報が不明で発見できず、捜索は1月17日に終わった。1月20日にポンポンが合流し、翌21日に紹介海,海域に到着した。アトゥルは、 サンパンと漁船は発見したものの、日本の船団には遭遇しなかった。1月24日午後、アトゥルは、商船を発見し、追跡を開始した。しかし、吹雪によって視界を遮られたため、浮上して、レーダーを使用し、追撃を続けた。やがて目標を捉え、北緯36度42分、東計123度43分。 北緯36.700度統計123.717度、36.700123.717の地点で、先行の後魚雷を4本発射。うち2本が、第一大ま丸に命中し、後部が沈んで、航行不能となった。アトゥルは浮上して、砲撃で、第一大ま丸を始末しようとした。 第一大マイルでも船包帯がアトゥルを発見し、射撃、何発かが命中したかのように見えた。アトゥルは、離れたところから魚雷を一本発射したが、これは命中しなかった。アトゥルは、日没後にもう一本発射。第一大マイルの中央部に命中し、これが止めとなった。アトゥルは引き続き、航海北部で紹介を行った。しかし、猛吹雪に悩まされたため、 4日後に紹介海,海域を、航海の南西部に変更した。1月27日、ポンポンが、輸送船団との接触を報じ、スペードフィッシュと共に攻撃を行った。アトゥルも、発見地点に向かったものの、距離が遠く接触できなかったものの、何回かの爆発は確認した。翌日、アトゥルは、前日の攻撃から逃れてきた。 輸送船を発見し、攻撃しようと長く追跡した。しかし、護衛艦と浅瀬の存在で、最終的には攻撃はできなかった。その後、アトゥルは、嫌いの処分という新しい任務が与えられた。残りの紹介期間で、アトゥルは29個の嫌いを処分し、そのうちの23個は、放火で始末したものであり、その他は爆発せず沈んでいった。 アトゥルは2月22日まで紹介を行い、サイパン島に寄港して、フルトンに横付けして、休息を取った後、2月28日に出港した。3月7日、アトゥルは59日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に寄港。潜水母カンペリアスによる整備を受け、複数回の演習を終えた。4月2日、 アトゥルは3回目の紹介で日本近海に向かった。途中、グアムアプラ港に寄港し、潜水母艦ホランドに横付けした後、4月12日に出港。文後水道方面を中心に、東側をガトーが、西側をアトゥルが担当した。この紹介は救助配備任務と、機雷破壊任務がメインとなったが、5月4日に敵の潜水艦を発見。しかし、 アトゥルが攻撃体制に入る前に逃げられてしまった。5月5日、アトゥルは救難用の B-29 と共同で救助作戦を行っていたが、そこに2機の日本機が襲撃してきた。アトゥルは完成灯代わりとして空中戦を指揮し、B-29 が2機のうちの1機を落とし、もう1機は逃げる体制を見せた。 アトゥルは先行して、続きを見物していると、逃げた日本機は珍しい落ち方をして海中に突っ込んだ。アトゥルは浮上して、焼け焦げた日本機の残骸を回収した。5月30日、アトゥルは59日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。3週間にわたって、潜水母艦ユーラールによる整備を受けた。7月3日、アトゥルは4回目の紹介で、アーチャーフィッシュと共に、 日本近海に向かった。最初は、日本南方で救助配備任務につき、その後、アーチャーフィッシュ、ガトーと共に、北東海域に移動した。8月12日、アトゥルは、北湯42度16分統計142度12分、北湯42.267度統計142.200度、42.267 14、42. 142.200の浦川沿岸で、 福祉路に向けて航行中の第6号解剖艦と第16号解剖艦を発見。付近は浅瀬が多く、また視界も良くなかったものの、アトゥルは二隻を重ねるように照準し魚雷を6本発射。魚雷の命中を受けた第6号解剖艦は大爆発を起こし無数の残骸を撒き散らした。第16号解剖艦はレーダースクリーンから姿を消したが、 沈没はしなかった。8月15日、日本は降伏。洋上でそのニュースを受け取ったアトゥルは、真珠湾に向けて航行した。8月25日、アトゥルは51日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。8月30日、アトゥルは、真珠湾を出港し、パナマ運河を経由して、ニューロンドンに帰還した。ニューロンドンで、アトゥルは、 第二潜水船体に配属され、潜水艦学校及び、士官学校の訓練任務に従事した。ワシントン DC で海軍記念日の式典に参加後、アトゥルはメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所に、向かいオーバーホールを受ける。作業は1946年2月3日に、完了した。1946年7月4日、アトゥルは、ナヌーク作戦に参加し、 北極圏へ向かった。この作戦の目的は、極寒地帯での高度天候観測ステーション建設を支援し、極点における海軍の作戦活動の立案及び実行を援助することにあった。ノートンサウンド、ホワイトウッドアルコナ、ベルトラミ、ノースウィンドとともに、アトゥルは、物資と乗客を運び、天候観測ステーション建設予定地点の偵察を行い、 北極の気象データを収集する予定であった。アトゥルは1946年7月11日にグリーンランド南方沖でノースウィンド及びホワイトウッドと合流し、7月20日にバフィン湾のメルビルーラで停泊した。その一方でプビーカタリナがチューレワン及びワンへのアプローチを通査した。プビーにエンジントラブルが生じたため緊急着陸することとなり、アトゥルは プトゥビーを回収するため休行し、同案に入港する最初の艦となった。その後アトゥルは、ホワイトウッドと共に、ケーンカイボンでの試験及び演習を行う。この演習の間に、アトゥルは、ケーンカイボン北方の北緯79度11分に達し、当時のアメリカ海軍の記録を打ち立てた。7月29日に、アトゥルは予定された計画をすべて完了し、 中レワンを出港、ハリファックスを経由し8月末にニューロンドンに帰還、通常任務を再開した。1947年2月27日、アトゥルはオーバーホール及び不活性化のため、ペンシルベニア州フィラデルフィアに到着する。9月8日に予備役となり大西洋予備役艦隊、ニューロンドングループ入りした。モスボール化の上3年間保管されたアトゥルは、 ポーツマス海軍造船所に栄光され、現役復帰の上グッピー IA 回収が行われた。シュノーケルの装着により先行中のエンジンの使用が可能となり、船体の流線型化は速力の向上につながった。アトゥルは強力な戦力として艦隊に復帰し、1951年3月8日に艦長ベンジャミン C ・バーンサイド・ジュニア少佐の指揮下採収役した。 ニューロンドンで第8潜水戦隊に配属されたアトゥルはカリブ海で成長巡航を行い艦隊と共に大西洋及びカリブ海でのナトウ軍の艦隊演習に参加した。1952年2月9日、ニューロンドンから地中海に向けて出港しナトウの演習、グランドスラムに参加する。この配備においてアトゥルはジブラルタル、マルタ、 マルセイユを訪問し、3月29日に帰国した。数ヶ月間の拡張訓練及び準備の後、アトゥルは9月15日から10月11日まで、演習、ランツベックス・アイに参加した。この演習の間、アトゥルはハリケーン・チャーリーに遭遇し、艦は一時60度以上の傾斜を記録した。高天義艦橋上から、当直士艦と兵士が押し流されたが、 彼らは安全ベルトを装着していたため無事艦上に登ることができた。11月19日、アトゥルはオーバーホールのため、ポーツマス海軍造船所に入居した。作業完了後1953年4月4日に出港し、通常任務を再開する。10月にはランツベックス2に参加したが、高天下火災が発生し6時間にわたって、 推進力を失うこととなる。アトゥルは10月27日に修理のためニューロンドンに到着し、維持作業を行った。その後1954年1月後半に活動を再開、バージン諸島のセントトーマス島に向かい、恒例の演習、スプリングボード作戦オペレーションスプリングボードに参加した。アトゥルは2月後半にセントトーマス島を出港し、キロに着いた。 アトゥルは5ヶ月間をニューロンドンで過ごし、その後フロリダ州フォートローダーデールを2週間、訪れ海軍火器開発試験施設での任務に従事した。ニューロンドンへ帰還すると、同海域での活動を継続、1955年2月にフィラデルフィア海軍造船所に入居し、後半にオーバーホールを行う。作業は8月に完了し、アトゥルは、 ニューロンドンでの通常任務を再開した。1957年7月、地中海へ巡航し10月まで、第6艦隊と共に活動した。1958年1月に、フィラデルフィア海軍造船所に入居、7月に出港し、新たな母校のフロリダ州キーウェストに向かい、第12潜水船隊に配属された。 1958年秋に、アトゥルは、新たな潜水艦の戦術及び装備の開発、評価を新たな活動海域で行い、戦術開発部隊を支援した。また、水上艦及び航空機による、対潜水艦演習において、標的艦の役割を果たした。クリスマス休暇後、アトゥルは1959年4月まで沿岸での、活動に費やし、 その後大西洋艦隊の演習に参加、続いて沿岸での訓練を再開した。1960年7月、アトルは再び地中海へ巡航し、ナト o 軍との水上、対戦訓練を10月まで支援、帰国後はチャールストン海軍造船所に入居し6ヶ月間のオーバーホールを受けた。 1961年4月に作業が完了すると、アトゥルは18ヶ月間を、キーウェストでの通常任務とグアンタナモワンでの、駆逐艦部隊に対する対潜水艦戦術、演習支援を交互に行うことで過ごした。1963年10月、アトゥルは、ノーフォーク海軍造船所に入居、オーバーホールを受け作業は1964年2月に完了した。 母校のキーウェストに帰還し、7月まで活動した後、地中海へ向かい、第6艦隊と共に活動する。母校には11月に帰還し、通常任務を再開した。1965年8月に、アトゥルはトリニダードのポートオブスペインを出港、他のアメリカ軍艦艇とともに、南米大陸の親善訪問に向かった。この訪問は、 ユニタスシックスユニタスシックス作戦として知られ、アメリカ海軍と南米諸国海軍との協力関係を促進するために行われた。アトゥルは、ベネズエラ、コロンビア、エクアドル、ペルー、チリ各国の海軍艦艇と訓練を行い、パナマ運河を通過後沿岸を南に向かった。10月16日に、マゼラン海峡を通過し、南米大陸南端の都市であるチリのプンターレナスに、 到着した。その後アトゥルは北に向かい、乗組員は、親善施設として、プエルトベルグラのマルデル・プラタ、リオデジャネイロ、サンサルバドルを訪問し、ユニタス・シックス艦隊は12月1日にトリニダードで解散した。アトゥルは、その後キロにつき12月6日に母校に、到着、1966年まで維持調整を行う。その後も、 近海での訓練を呼び、通常任務に従事し、7月5日に、サウスカロライナ州チャールストンに移動、オーバーホールを行う。作業完了後1967年1月26日に、出港、その年は、士官学校の訓練生に対する訓練を呼び、グアンタナモ湾の艦隊訓練グループでの訓練と、沿岸での訓練活動に従事した。 1968年2月に、メキシコアー及び、ルイジアナ州ニューオーリンズに向けて出港し、海軍予備役兵の訓練及びマルビグラの式典に参加した。アトゥルは、セントピーターズバーグを経由して母校に帰還し、作戦活動に、10時、10月1日に、最後の地中海配備に向かう。4ヶ月に及ぶ。 第6艦隊との活動後、1969年2月3日に帰国支援団での活動を再開する。8月29日に、アトゥルはキーウェストを出港、9月15日にフィラデルフィアで予備役となる。10月1日に、船隊番号はアグスマイナス403へ変更となり、アトゥルは1970年4月6日に退役。 1973年8月15日に除籍された。アトゥルは1974年7月にペルーへ売却された。アトゥルは第二次世界大戦の先行で4個の従軍聖賞を受賞した。ペルー海軍ではパコーチャの官名で収益14年間活動した。1988年8月26日、パコーチャはカヤオコ街を 南の方向に向けて航行していた。18時40分、20分前に、かやおこから出港してきた三重県のエミオマグロ漁船、第8京アマルは、パコーチャからの汽笛を聞いた。その直後に赤い光を確認し火事を切ったものの、第8京アマルは、パコーチャの左玄関尾部分と衝突。パコーチャは40メートルほど航行した後、36メートルの、 海底に沈没した。部下を救うためハッチを閉めたダニエルに言えば、ロドリゲス艦長以下8名が死亡、行方不明となり、生存者のうち22名は即座に脱出。残る23名は艦内に閉じ込められたものの、レスキューベルを使用して20時間後に救出された。アラン・ガルシア大統領は27日夜の会見で、第8共和丸の判断ミスを示唆した。 その後の裁判で、第8共和丸側に、進路回避の義務があったと、第8共和丸側の過失を認め、1989年5月に、第8共和丸の高級幹部に猶予付きの判決が、下された。パコーチャは1989年7月23日に、浮上後解体され、スペアパーツとして使用された。ありがとうございます。